る、はい、パフォーマンス、今もエピソードですか、はい、なんかありますか、ね、そうですね、やっぱ新宿のあのストリートパフォーマンスでやった時に、やっぱりその時は全然まだ認知もされてないし、人通りがすごい多いところでやったんで、あの新たに作品を書くじゃないですか、書いたら置く場所がないんで路上に置くしかないんですよ、うん、で下にペタペタってこの後ろにテープ貼ってあるんで、それで路上にこう置いていくわけですけど、うん、人通りがあまりにもすごいんで、あの踏まれるんですよ、あ、あれは結構ショックでしたね、うん、自分が書いた、その、まあ、その時はライオンの絵だったんですね、うん、でそれがあのその人はあの踏もうと思って踏んでないんですけど、うん、マシャってど真ん中に踏まれてちょっとショックでした、うん、まあ、だけどそれで打ち切れるよりはやっぱりそこでやってる僕が、まあね、自己責任なんで、うん、まあ、それはしょうがないですって抑えたんですけど、それがこれ面白いっていうか、まあ、そういうものもあってすごい人集まるくらいになれば踏まれることもないし、はい、まあ、今はそんなことないんですけど、一回しかなかったんですけど、はい、人が集まるとこう空間ができるんで、はい、あの、まあ、僕を中心にこう円状に人ができるんですよ、はい、そうなると周りが開くんでそこに100円を置いていけるんで、はい、そうなっていくとまあ楽ですよね、なるほど、ストリ今活動は主にストリートでやってらっしゃるんですか、うん、そうですね、ストリートとか、あと依頼されたところでそのライブパフォーマンスっていう、うん、関東中心に、そうですね、関東中心ですね、うん、まあ、まあ来月は茨城でクリスマスイベントでその依頼されてるんで、うんうん、そこでちょっと新たなテクニックを披露しようかなって思ってます、大丈夫で、じゃあもうあの今後の、はい、どういった活動をしていくかっていうところで、うん、今後はそうですね、やっぱり今関東中心で やってるじゃないですか、それがやっぱりいろんな地方とか、はい、あとまあ全国あの旅しながら絵を描くってことが僕の昔からの夢だったんで、それをどんどん実現していって、はい、でやっぱりいろんな企業のイベントとかでやっていくパフォーマンスっていうのもどんどん増やしていきたいです、ね、うん、やっぱそれをスプレーアートを通して、はい、僕の今までの生い立ちもそうですけど、はい、やっぱり全く違うとこからこう世界に入ったわけじゃないですか、はい、だから本当に可能性は無限だっていうことをいろんな人に伝えたいです、ね、はい、うん、なるほど、まあ音楽はやっぱりミッシリとかエグザイルとかそういう感じになっちゃいますけどね、はい、はい、あ、ジュジュ好きですね、ジュジュ、はい、あれを僕 あのスプレーアートの動画でこう入れてるんですよ、はい、曲を、なるほど、ジジのどういうところが好きなんですか、ジジあの高音が好きなんで僕は、高くて綺麗な音がすごい好きなんで、なるほどなるほど、え、映画だとは、映画だとどういう、映画だとやっぱマトリックスか、マトリックスか、深く、うん、人生の哲学を教えるような映画が好きですね、うん、考えさせるような、そうですね、うんうん、はい、よろしくお願いします。あ、こちらこそお願いします。写真何枚か。